Mr. Biden is blameless for his failing powers, but not for a second disqualification, which is in his insistence, abetted by his family, senior staff, and Democrat elites, that he is still up to the world's toughest job. Biden は彼の失敗している権力に対して咎められてはいない。がしかし第二の、クオリファイドされていないことに対しては咎められている。それは彼が現在固執しているが、彼の家族、深夜スタッフや民主党のエリートたちがによって、その彼の状況を維持を強さするサポートされていて、彼がスティル依然として世界の最もタフの仕事を遂行するができるということだ。 Mr. Biden's claim that his election is between right and wrong is ruined by the fact that existence of his campaign now depends on lie。 バイデンが主張しているのは、正しいか間違いか、この選挙が成果悪化ということであるというバイデンの主張はですね、彼の選挙運動の存在が嘘に依存し、現在嘘に依存しているという事実によってダメになっているということは、どういうことかというと、彼自身ができるということ自身が嘘だということをここでは言っているわけですね。